浜が私は大好きで、絶対に結婚式、まあ、前撮りは桂浜って決めてて、あの天気も良くて桂浜で撮れたことが前撮りはとても嬉しかったです。心からありがとう、支えられてここまで来たの。やっぱ披露宴ではそういうプロジェクトマッピングやりたいっていうのがちょっと夢で、それをできて、しかもラビータで一番って聞いたんで、とても嬉しいです。すごい綺麗で、あのなんか音もすごく臨場感があって、なんか迫力があって、あのびっくりしてます、はい。私はこのホールは本当に一目惚れしたので、音響もすごいいいって聞いてて、単純ですけど本当にラビータでやって、千葉から来たので高知でラビータにやれたことが今本当に幸せです。ありがとうございました。隣で住むといつまでだって笑う。ち結構お母さんにサプライズとかするんですけど、お母さんからのサプライズっていうのは25年間育ててもらって初めてのことだったので、もう一言で言うと、もう感無量です。本当に、あの今日来てくださった皆さんとラビータさん、あのずっとあの前から準備していただいてありがとうございます。本当にありがとうございました。50人が動く、すべてはその日の笑顔のために。ラビータズウェディング。